はい、皆さんこんこにちは今日はですね、Dropbox の Dropbox、えー、プ,プラスという1年間1トを使えるんですけどそちらの方がですね割引になった価格が出てきましたのでこちらで紹介していきたいと思います、えー、実際にねあのー、申し込んでみようかなと思いますけど まあ、ドロップボックスはね、本当に使い方によっては、すごい範囲がね、広いんで、とてもおすすめのクラウドサービスかなと思います。実際にね、あのー、僕も今まで無料の部分を使ってましたけど、まあ、とっても使いやすいですし、えー、いろんなところに、ね、出かける人はね、こういう、えー クラウドサービスをね、クラウドストレージサービスを使うのがいいと思います。はい、それではですね、SourceNext の方のサイトに行きまして、えー、こちらの方のね、購入ボタン。で、私の場合はもうすでにね、SourceNext の会員なので、えー、このように、えー、名前ももう入ってますが、まだ SourceNext の方でですね、あのー、 会員登録してない方は会員登録を済ませて、この注文ボタンを押す。はい、すると、えー、これちょっと見せれないやつですけども、えー、シリアル番号とライセンスキーが、えー、すぐね、えー、見れるような形になります。まあ、すぐ使えるような形になりますので、えー、このシリアル番号ではなくて、ライセンスキーを コピーして、えー、そちらの方をですね、えー、コピーしておきます。で続いて、えー、このですね、えー、ドロップボックスをもうすでに持っている方は、ドロップボックスの方の、えー、アカウントがあるという方に進んでいただいて、先ほどのシリアルキーを、ライセンスキーを入れて、2本を押して、 ドロッッププボックスプラスラをはいするとどういうわけだかエラーになりますでもですねあのもう実際にこれ、えー、ドロップボックス 1TB の方の契約がすでに終わった形になってます まあ、日本語に対応しているのかどうなのかっていうところでエラーが出てるんじゃないかなと思いますけど、えー、これでねもう実際に、えー、契約の方は終わっています実際に、ね、アカウントの方を見てみると、えー、もうね1テラバイトに容量がなっていますので、えー、これでね完了したという形ですね まあこんな感じで簡単に終われますので、ぜひともね、ちょっとやってみてはいかがかなと思います。まあ、実際にね、ドロップボックスのやり方なども、ね、やっていきますので、ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では今日はこの辺で。